結構公開している税です。最初は自己分析が何の意味があるのか全然わからなくて、なんで率先したいって思うんですか？人任せにするっていうよりかは自分しかいないって直感的に思うことが多くあって、本音の自己分析とは別に先行用の自己分析も結局することになるのかなと思ってて、メイキャリのレナです。今回は東大24卒のマー君、名古屋大学23卒のゆずさんに集まってもらいました。今日はお二人に就活の基礎である自己分析について教えてもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。新年度からいよいよ私たち25卒の就活がぼちぼちスタートしていきますよね。まず何から始めればいいのかなって思っていて、よく聞くのが自己分析なんですけど、実は私自己分析ってそもそも何なのかがよく分かっていなくて、自己分析って何なんですか？自己分析っていうのは、その通り自分を分析するっていうことなんですけども、今そのレナさんで分かってないのは、なんでその自分の分析が就活につながるかっていう部分ですかね。そうですね。確かに最初僕も疑問に思ってたんですけども、なんか自分を分析していくと自分がどんな性格っていうのもそうですし、また自分の思考パターンとか、あとどういう人と働くのが一番自分にとって心地いいのかっていうのが分かってくので、そうなってくると、それに適した職業っていうのがどういうものなのかとか、あとどういう会社を行くべきなのかっていうのが分かってくるっていう点で就活に役立つっていうイメージですかね。じゃあ自分の進んでいく道を決めるために大事になってくるものってことですかね。そうですね。自分の道を決める大事な分析なので、ここでしっかりとしておくと、ここから1年間の就活がうまくいくんじゃないかなって思ってます。ちなみに自己分析ってどれぐらいの時期から始めるのがいいんですかね。自己分析をやるのは、今マー君が言ってくれたような目的でやるなら早いに越したことはないと思います。やっぱり進んでいく業界とか企業を決めるっていうところも軸になってくるので、だいたい冬前に遅くとも決めておきたいなって思うところだと思うので、早めから始めて、サマーから行きたかったら本当に今やらなきゃいけないところだと思うので、早いに越したことはないかなと思います。でも1回で終わるものではなくて、なんか見直ししながら引き続きやっていくのが最終的にいい結果につながるのかなって思ってます。あと1個、本音の自己分析とは別に先行用の自己分析も結局することになるのかなと思ってて、企業の選考を実際に面接とかを受けていくように、自分が語れることってどういうことかとか、そういうところを行きたい企業に合わせて作っていくっていうところも出てくるかなと思っていて、そういう感じで直前にこの企業に合わせて自分が語れる経験とか自分の強みって何かなってやることはあるかなと思います。お二人は実際に自己分析始めたのはやっぱり3年生の 4、5月とか春からですかね。そうですね。僕はそもそも就活始めたのが7月ぐらいで、そこから自己分析始めたんですけども、僕はどっちかというと最初から自己分析をバーって進めたタイプじゃなくて、夏インターンとか秋のインターンとか、そういう選考を通して自己分析を進めていったせいなんで、本当に毎月毎月更新していきながらやってったっていう感じです。ゆずさんはどうですか？私も実は始めたのはすごく遅くて、選考が始まる直前、結構公開している勢です。最初は自己分析が何の意味があるのか全然わからなくて、本当にあてずっぽうに就活をしてたんですけど、終わってみるとやっぱりその最初になんか完璧にやる必要は全くなくて、大雑把にやってみて業界とかなんかすごく感覚で決めちゃってたけど、それをもとにいろいろ他のも見てみてもいいんじゃないかなって今思うと思います。やっぱり自己分析ってまとまった時間でバーッとやって終わるものでもないなっていうのは今思ってるので、早い時期から少しずつ考えていって、サマーインターンとか転校前とかそういったところで、ちょこっとずつ固められたらいいのかなっていうのを今お話聞いてて思いました。次なんですけど、ここが一番気になるところで、お二人って自己分析どうやってやってましたか？私は自己分析を自分の過去の経験から、中高の部活とか、あとはその大学入ってからのいろいろサークルとかインターンとかの経験から一つ一つ書き出していくっていう感じでやってました。やり方は一緒なんですけども、僕はちょっともうちょっと深掘りしてて、幼稚園から小学校、中学校、高校、大学まで良かったこととか嬉しかったこと、あと悲しかったこととか、あと悔しかったこと、なんかいろんな、なんか項目ごとに分けて、なんか出来事を全部書き出して、でその出来事に対してなんでそう思ったのかっていう、そのなんで分析を、そうはいですね、分析を進めてったっ
っていう自己分析方法でやってました。お二人とも今、過去の経験とか自分の感情を抱くときがどんなときとか、そういったところから分析を進めていったとおっしゃってたと思うんですけど、自己分析他にも方法あったりしますか？そうですね、なんかモチベーショングラフっていうのも一つあるんじゃないかなって思っていて、まあそのモチベーショングラフを書くことによって自分の仕事に対するモチベーションとかバイトとか勉強とかモチベーションが、まあどういう時に一番上がりやすいかっていう、そういう傾向を掴むのには一番いいんじゃないかなって思いますけども、ゆずさんどういった方法ありました？なんか結構長い時間を一緒に過ごしてる仲いい友達に就活の話を一緒にしてると、結構ポロッとゆずってこういうところこういう業界向いてるんじゃないみたいな、そういう会話の中で結構新しい発見があったりっていうのは多かったので、結構自分から見た自分と自分が団体の中で動いている中での人から見た自分って結構ギャップがあったりするので、そこは役に立つかなと思います。自己分析をしてみて、お二人がもっと合わせればよかったとか、これは早いうちからやっておけばよかったなとか、改善点とかはあったりしますか？私はこうすればよかったなっていうのは一個あって、自己分析をやってもう自分のモチベーションの上がる下がるとか、自分がこういうことを合ってる合ってないとか分かったっていうのはいいものの、なんかそれが実際これからどういう就職活動をしていこうっていうところまでつなげれなかった、中途半端に終わってしまったっていうのが後悔です。その就活で業界のこととか、こういう職種ではこういう仕事をするとか、そういうことがある程度分かってないとつながらないと思うので、そういうところを知るっていうところ、例えばメディア活用するとか OB 訪問とか、そういうところをやっていきながら自分の自己分析も忘れずにリンクさせていくっていうところまでちゃんとやる必要があるのかなっての後悔しています。自己分析だけじゃなくて企業の研究とか業界の研究とかと並行させると、よりこう意味が増してきそうですね。そうですね、むしろそこまでやらないと意味がないかもしれない。お二人は実際に自己分析が就活を通してどこかで役立ったりとか効果を実感したりっていった経験はありますか？僕はめちゃくちゃあって、なんか就活してる中で、まあ他の人となんかどんな業界見てるとか、どんな会社志望してるっていう話あると思うんですけども、その中で絶対に羨ましいなっていう会社一つは上がると思うんですよ。そこで自己分析を通して、自分はそうじゃなくてもっといろんな会社に携われる会社であり、なおかつ人の環境が非常にいいところ、そういった点でしっかりと会社を見ないといけないんだっていう風に自分を制御することができるので、その自分の自己をぶらすことがなくて自己分析が助かったなっていうふうに思ってます。ゆずさんいかがですか？そうですね、私は単純にその面接を実際日本選考受けていくにあたって、なんだろう、突拍子もない質問とか予想してなかった質問が来てもきちんと答えれるっていうところ、そのやっておいてよかったなっていうのは思いました。では自己分析についてなんとなく分かったところで、先輩方と一緒に自己分析を軽くやってみたいなと思います。今回はいろいろ自己分析の方法を挙げてくださったと思うんですけど、その中でもなぜなぜ分析に着目していきたいと思います。いくつか発端にできそうな私の特徴を挙げてみました。3つあって、1つが面倒見がいいとよく言われること、1つ目が美味しいものやおしゃれな空間にワクワクすること、3つ目が飽き性な節があるところです。この中から1つだけ、まずお二人のどちらかにこれを発端としてどういう風に進めていくと、どういう業界とか自分のどういう特性につながっていくのかっていうのをちょっとやってみてほしいんですけど、お願いしてもいいですか？そうですね、その3つだと、まあやっぱり一番今回やりやすいのは面倒見がいいっていうところで、面倒見がいいってすごくふんわりした言葉なんで、そこら辺をもうちょっと深掘っていければなって思うんですけども、どうですかね？お願いします。なんで面倒見がいいってよく言われるんですか？まずは自分自身が長女っていうのもあって、うん、妹がいるので、そういうところでもう生粋の長女的性格なのかなっていうのは思います。そうですね、妹がいるシチュエーション以外にもなんかどういった時に面倒見がいいんですかね？小中高と人をまとめる役だったりリーダーのポジションに立たせてもらえることが多くって、やっぱりそういう時に頼りになるね、面倒見がいいねって言ってもらえたことはたくさんあるので、友達によく言ってもらいます。あー、それめっちゃなんか興味深いんですけど、なんかなんで率先したいって思うんですか？やっぱり人任せにするっていうよりかは、まあ誰も引っ張っていく人がいない時に、あ、自分しかいないって直感的に思うことが多くあって、この場は自分がまとめないととか、まあ締め切りがあったりとか時間制限があったりするとなおさら、うん、この場を誰かがまとめないとこの話が終わらないから、じゃあ自分がその役をやろうっていう風にして、そう考えると、まあ、締め切りに間に合わせるとか時間内に何かを成し遂げる、うん、
るとか、そういうことのために自分が率先してるのかなって思います。あっていう意味ではすごく責任感がめちゃくちゃ強いですね。確かに面倒見がいいというこの一ワードからこんなにいろんな方向につながっていくっていうのは全然想像していなかったので、すごく勉強になりました。ここから、まあ、どんな業界を志望するのがいいのかっていうのはいろいろあって、協調性とかで言うと、まあ、大体の企業は協調性あると思うんだけども、一方でなんか営業とか一人で行動する仕事に関してはあまり当てはまらないのかなって思います。ちょっとまあ語弊を生んじゃうので、まあ、もちろんその営業の中でも協調性あるところもあるんですけども、どっちかというとみんなで働くグループワーク中心の仕事がいいんじゃないかなって思いますね。で、最後までやりきるっていうのは、まあ、どんな業界でも通じるので、まあ、正直そこまで業界を絞る上では、働かないんですけども、まあ、感謝されるっていう部分で、やっぱ人から感謝されるところとか、客から感謝されるとか、仲間から感謝される、そこら辺、どこが一番自分にとって重心を置いてるのかによって、業界変わっていくんじゃないかな。あと僕が言いたいのは、今回、いいところだけをマーカーで引いたんですけども、それだけじゃなくて、就活生にやってほしいのは、自分の課題点もしっかり見てほしくて、やっぱ社会人になる上でなんか自分のいいところだけ見て満足しちゃダメで、ダメなところを改善していくっていうのも一つ社会人としての成長として必要かなって思うので、そういうのもしっかりストックしてって、しっかり克服していくっていう姿勢も大事だと思います。そうですね。あと多分面接官として今のやり取りをやっていたなら、多分一番目につくのは初動は顔色を伺うっていうマイナスの部分で、ここを深掘られることになるのかなって思うので、この段階で詰めておけるといいのかなって思います。いや、さすが面接強者ですね。面接強者じゃないです。今回のこの座談会を通して自己分析のイメージがだいぶ自分の中でつかめた気がします。就活の本格化に向けて今から自己分析を進めて土台を固めておこうと思いました。お二人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。メイキャリは今後もどんどん25卒のための最新コンテンツを発信していきます。皆さんぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。また25卒にアドバイスをしてくださる先輩方も募集しておりますので、詳しくは概要欄のフォームをご覧ください。お待ちしてます。お待ちしてます。